ペラ王の駅に着きました。ペラ王の駅に。ペラ王の。ペラ王の駅に。はい。ちょっと一回上がりましょう。はい。ペラ王は何がある？ペラ王オペラ座があるね。オペラ座。オペラ座綺麗だったよ。階段を登るとそこは雪国だった的な。後ろ後ろ。おおすげえ。綺麗綺麗ですな。すげえ。これがオペラ座っすね。LSP ビーズオペラ座。観光客がいっぱいだね。日本人丸出しで参戦。いいえ。あれによるんだね、そんな。そうです。ちなみに、あそこになんかちょっと金髪のイタリア人みたいなやつが。金髪のイタリア人が。このカメラで見ててもサイちゃんの髪はよくわかる。サイちゃん。ブロンドじゃない。サイちゃんのさ金髪さ、あの本場のフランスでも負けてない。負けてないです。ブロンドじゃない。ブロンドじゃない。ホワイト。あ、ちょっとじゃあ持つの。はい。地図を調べる。あ、要はあれに乗るんだよね。そう。どうですか、初めてオペラ座。中入ってみたいけどね。あるんだったらね。中入ったの？いや、劇場だから入らない、チケットがない。あ、なるほどね。バス乗り場、あそこか。バス乗り場。ほうほう。あ、ちょうどあれだね。おう、あれに乗れっていうことだね。結構ね、時間は細かく出てるらしいから。なるほど。あそこに後で行くとして、トライブルービーでも買いますか？暑いし。 そこのカフェにあんじゃないの、レストラン。すごいな。すげえな。カフェデラ、カフェデラフェックス。フェックスの読み方が行ってみます。ビール売ってんのか。でもワイン飲んでるぐらいだから売ってんじゃねえか。さあ、ビールあるじゃん。入り口がどこかってとこだよね。ここが気軽なんじゃないの。もっと気軽なとこいっぱいある。あ、そうなんだ。カフェはいっぱいあった。さすが、さすが一人で来てるだけあるね。一人で来たよ。結果的にこのために来たよ。そう思うと